めて男性といたしたのはいつですか？19歳の時で、まあその時はまだストレート寄りのインディー時代なんで、当時アプリとかなくてツイッターで出会ってたのみんな。で今と違ってなんかネットで誰かと会うとか危なくない？時代あって、まあ一応携帯をしてたんやけど、なんせ顔面が中川大志と杉野くん足して2で終わった北太郎、あ違う中川大志やって、もうそんなん見たらさ、もう警戒なんてぶっ飛べーなっちゃうなって。でいざ会ったらほんまにいい人やって、んで夜になって大志がこの後オレンジでご飯食べないって言ってきて、もう気持ちはあれだよね、ジンジンきたきた。でもまあその感情はまあ抑えまして、秒でオッケーしたよねって。で、見もしない映画を借りて、彼の家に交通したわけよ。で、彼が作ったご飯食べながら、スタイルで借りたチャッキーを見てたの。で、見てたら、うちの肩に手を回してきたわけですよ。で、うちは思ったわけよ。ん？今？ちょっと待って、画面めっちゃ後ろ見れやけど、今？みたいな。って言ってるうちにベッドにしたわけよ。で、いざ始まる時に、大使が、ちょっと音楽かけていいって言われて、一瞬、ん？とは思ったけど、まあ、そういう人もいるよねと思って、いいのって言ったの。んで流された曲がエンヤやって、しかもエンヤオールタイムベストやって、もちろんそこからはオールタイムエンヤプレイが始まったよねって。なんかすごい下品なことしてんのに、すごい聖なる儀式をしてる感覚に陥っちゃいまして。んでそこからよ、男同士するときってどっちかのお尻にぶち込むって感じなんですけど、まあ普段出すところから入れるわけですから、痛いのはもちろんやねんけど、なんせ感覚的にウンピーしてるときと同じ感覚やって、だから個人的になんかずっと垂れ流してる感覚に陥っちゃって、でも確認できひんやんか、なんかやってる時みたいな感じできんやんか。だからひたすら、あ、ごめんね、あ、ごめんね、ごめんね、あ、ごめんね、って謝ってたわ。で、そこからいろいろあったわけですよ。相手の手首かと思って舐めてたら、それほくろやったりとか、前儀かなと思って、もう入れていいよって言ったら、え、もうまだ入ってるよって言われたり、で、大使が果てる時のパンパンのリズムが、なんか聞いたことあんなと思ったら、あ、帰り物だ、みたいな。で、言うてる場合ね、もうお互いね、手に召されて、そのままメジャーデビューしました。これを聞いたストレート諸君たち、一度味わってみたらいかがでしょうか。次はあなたの番かもしれません。今回ご視聴ありがとうって。高評価よろしくって。高評価よろしくって。チャンネル登録が気が向いたらいい。高評価よろしくって。